あれ、ホリエモン AI 学校はどういうことを教えてるんですか？今日まさにそういう、その、例えば、僕をなんか多分5分、10分撮影して、うん、で、それでもうあとは好きな言葉を喋らせられるっていう動画でみたいなのとかを、例えば1時間、いたら作れるようになる、自分のやつを作れるようになるみたいなことですね。まあ、だからもっと実践的に会社の仕事で使えるようなことを教える。あ、もっとすごく実践的です。でも簡単なんで、プロンプト、こういうプロンプト入れればこういう風になるんでっていう、それの最新事情を教えてるだけですね。全然難しいことやってないです。でも、相当賢くなれるというか、事務処理能力上がるんで、見た目は。はい。はい。いや、これ使わない手はないですよね、みたいな感じなんですけどね。だから、こういう、そういう新しい技術の黎明期っていうのは、こういう教えるっていう商売は、それなりに伸びると思ってるんでやってるんですけど、伸びてますよ、実際のところ。なるほど。いやー、まあだから、これが僕多分波及してくるのは、その、どちらかというと、こう、運動とか、まあ、自動運転とか、そっち方面、ロボットとか、そっち方面の進化の方が、めちゃくちゃ期待してますね。まあ、そっちの方がでも、はるかにハードル高いじゃないですか。いや、なので、なんですけど、はい。ハードルが高い分、だから、実現した人はすごく価値は大きいと思います。もうでもテスラの、自動運転の